西藤二鷹サンライズ俺めっちゃ好きやね。俺も、うんうんうん、かっこいいよね。かっこいいよね。うん、でまあ俺は後回しするな。お前なんだよ。なんかどうした。俺はセクシーな方。そうだね。セクシーお兄さんかな。演技物語。コンコン。こんにちは。こんばんは。イシャモン天下です。エビスアモンです。大黒天しずきです。福禄小次郎です。今日の企画は福禄プレゼンツです。おお。なんだなんだ。本日の企画は言ったら食べよ NG ワードゲーム。あちらにですね NG ワードが書かれたカードが置いてあります。そのカードをそれぞれの1枚ずつ引いていただいておでこにカードを貼り付けます。おでこ。その状態でトークをしてもらって、うん、お互いに NG ワードを言わせようとトークを頑張ってもらいます。はい、なるほど。最も多くの NG ワードを言ってしまった人が負けというゲームでございます。なるほど。理解した理解した。なんか他の動画とかでも見たことあるかな。あるかも、うん、結構ある結構ある。ここに書いてあるのを言っちゃダメってこと、ね、そういうこと。てなわけで早速やっていこうかと思うんですが、うん、今回も罰ゲームあります。いらないいらないいらない。居残りスクワットしてもらいたいと思います。居残りスクワット。まあ収録が終わったら一人で残ってスクワット頑張っておいてください。あ結構過酷だな。まあ前回のボッキーゲームよりはマシかなと思って。まあそれはそうだ、ね、でも結構動画評判いいみたいよ。いやいや俺はもう二度とやらない。大丈夫大丈夫。福禄プレゼンツ毎回ちゃんと罰ゲームやばいやつ用意していくんで。てなわけで NG ワード選んでいきましょう。演技物語こんな感じになってます。 NG ワードゲームスタート。最初テーマ決めるか。そうやね。ああいいじゃない。演技物語の楽曲についてとかどう。おおいいね。いいじゃない。いいねいいね。一藤二鷹サンライズ俺めっちゃ好きやね。俺も、うんうんうん、かっこいいよね。かっこいいよね。めちゃめちゃ好き、うんうんうん、始まりって感じするよな。そうやね。なんか歌詞もいいよな。めっちゃいいよな。やっぱノリがいいという。そうやね。振り返ってみると結構前に撮ったよね、うん、そうな。チュージータクサンライズ出て次演技ものやったけど、うん、なんかまたギャップみたいなもんがな。いやそうだよね。いやみんなよかったなそこな。かっこかわいい感じだよね。そうやね。そうだな、うんうん、ダンスうまいしな。あそうそうなんだよ。そうえアモンってさ最近のショートも見たけどね。すっごいダンスうまいんやな。そう踊れるんだよ。なあ。なんか意外と意外と踊れるんだな。あれはセンスな。体は効くやろうけどさ、両親やったこともあるし。どうだろうな。フィーリングで踊ってたの。そうかも。感覚的にやってるかも。すごいよ。小さい頃からやってたとかはそういうわけじゃなくて。いやそういうわけじゃない。すごいよ。すごいね。まあ俺はやっぱりラップしてるからさ。いや。みんなも結構ラップ。そうだね。僕たち挑戦してみたけど。そうだな。どうだった？いやもうラップよかった。かっこいいよな。ラップかっこいいし、なんていうか。俺はもうラップやる人ってイメージやからあれやけど、みんなはさまたギャップすごいしさ。確かにね。普段可愛いメンバーとかさ静かなメンバーがあんまやることないなあ。やるのいいよな。いいよね。それぞれの印象というトークテーマに変えるのどうでしょうか。あいいね。それぞれの印象なんかいきなり変わったな。どうでしょうか。じゃあ俺から。おう。やっぱ福禄はやっぱ面白いよね。面白いね。単純に面白いし喋りも得意だし。ありがとう。なんかやっぱちょっと尊敬する。わかるイメージはある。うん、でまあ。俺は後回しするな。後回しやな。おびさまはなんか同じお兄ちゃん感あるけど、うん、やっぱこう可愛らしいお兄ちゃんというか。なるほどね。可愛いな確かに。ブーさんも目指したいんだけどな。まあそれもあるでも。うん、こうじゃあ C 君のは？まあわかんない。おい。俺もお前はいやわかる。ガキンチョ。ああ、年齢ほぼ一緒なんだからな。いやでも俺の方が先にちょっとガキンチョやるし。次静き、うん、俺が、うん、まあまあクソガキ。おお。クソガキでなんかチャラい。おい。あとでも面白い。あ、ありがとう。面白い。嬉しい。面白いのとチャラいのと頼りになる。ああ嬉しいわ。そういう感じかな。3分の2嬉しいわ。天下は天下。うん。どう？いやまあわかんないんだよねなんかね。掴みどころがないから。あでもそっか。でもまあ可愛いんじゃないか。嬉しい。じゃあマスターは。
まあ、確かに渋くてかっこいい。ああそうなんや。じゃあいつも一緒にいる猫ちゃんとか。まあ可愛い。ああそうだな。可愛いだな。アモンは？あ、クソガキ。天下からも聞きたいな。あ、そうだね、うん、僕はやっぱアモンは誰よりも優しい子だなって思うね。え、そうだろう。過去の動画とか見返してみてもさ、なんか結構罰ゲームシリアスなのやるじゃない。確かに。アモンが一番最初に、まあ今のはセーフだなって言ってくれるんだよね。確かに優しい。あ、なんかある。優しいとかあるよな。あと踊りがかっこいいね。あ、ありがとう。シー君はやっぱ可愛いかな。あ、やっぱりね。そうかというとね、ちなんだ。なんかやっぱほっとけない存在って感じしない？わかんねえ。うちに聞かれてもわかんないっていう。でも歌もうまいしかっこいいよね。いや、そうなんや。あんまりそう。小四郎はやっぱりこう。お前なんだよ。なんかどうしたの？俺はセクシーな方。そうだね。セクシーお兄さんかな。セクシーお兄さん。かっこいい待ってたんやけどな。なんかやっぱり俺年上から見ると、うん、みんなやっぱりしっかりしてるわ。お、ああ、そうか。嬉しいけど。やっぱりなんか可愛い人たちもいる。ああ、やばい。あ、時間や。終了。終了。というわけで、はい、まずは一人ずつ NG ワード何やったか推理してもらって、よし、当てれるか当てれないかで、うん、マイナス1ポイント決まりますんで。なんだろう、かわいいとか。正解。すごい。よく分かったね。よく分かった。言っちゃった気がする。結構言ってた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 。でも大正解。大正解。とりあえず、マイナス1ポイント阻止。いや、俺マジで分かんないんだよな。面白い？違う。違うか。アモンの NG ワードはダンスでした。ダンスか。うわあ、そうか。え、なんか、なるほどね。俺たちまあまあなんかダンスうまいよな。いや、本当に思ってるよね。誘導しようとしてたんだ。言ってたけど。というわけでマイナス1ポイント加算です。マイナス1ポイント加算。まあしょうがない。僕？僕？それは違います。天下はかっこいいでした。結構言ってた気がする。言ってた言ってた結構言ってた気がする。言ってたな。ちょっとニヤニヤしたもん。そうやね、言ってるなと。言わされてたのか。かっこいい、かわいいダンスやもんな。お兄さん、ザネー。正解はみんなです。めちゃくちゃ言ってないよね。なんなら俺ら何もしてない。何もしてない。みんなはみんなはもう回すやつやったから。やばい、お題にはめられてる。いやでもよくそれランダムで引いたよね。そうやね。結果発表お楽しみに。あ、縁起物語。というわけで結果発表。美写紋天下。はい、トーク中言ってしまった NG ワードの回数3回。お、3回。そして、ね、ワード予想失敗。トータルマイナス4ポイント。みんながかっこいいのが悪いよね。これはでかいな。そして、エビスアモン。おい、トーク中に言ってしまった NG ワードの回数、うん、ゼロ回。おお、ゼロ回か。マジで？ワード予想失敗。うん。トータルマイナス1ポイント。おお、いいじゃんいいじゃん。やるじゃん。大黒天しずき。はい。トーク中言ってしまった NG ワードの回数3回。おお。結構言ってんだな。そして NG ワード予想正解なのでマイナス3ポイント。おお。あ、でも今のとこ最下位だ。結構言ってた気がする。お題にはめられてる。俺、福禄小次郎。言ってしまった NG ワードの回数3回。そして予想不正解なのでトータルマイナス4ポイント。あれ、てことはてことはてことは、というわけで罰ゲームのスクワットは美写紋天下と福禄小次郎です。よし、よし、なんでやねん。なんでやった。というわけで NG ワードゲーム、皆さんも楽しんでもらえましたでしょうか。この動画の感想とかやってほしい企画とかコメントで教えてね。よかったらチャンネル登録とグッドボタン、友達にもおすすめしてくれると嬉しいぜ。それじゃあまた次の動画で、せーの、 See you! またねほんじゃ、スクワット頑張ってください。スクワット頑張ってくれ。じゃあな。りました。またね。見ててもくれへんの？そうだね。残っててよ。やだ。やだ。
年上組なのにな。なあ、なんで俺たちこんなんやらせられんな。なんか向き合っちゃったけど。いいんじゃない。向き合ってやろうか。励まし合ってやろうよ。行こう。行こう。せーの。一、二、あ、小次郎。うん。かっこいいよ。かわいいで、天下。ありがとう。何の時間なんやろな。何なんだろう。なんか俺たちやっぱり企画する側やん。うん。持ち込み企画もちょっとずつ増えてきたし。そうだね。天下なんかは自分で考えた企画の時毎回罰ゲームやってくれてありがとうな。言わないでよ。僕たちもポッキーゲームする。え、する。まあなしちゃうか。チャンネル登録してね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 。